見てくださいこの <laughs> ブルーウェブっていうアイスをあのシェイクにするやつアイスをシェイクにできるんです多分氷とか入れてミキサーにかけてるんだと思うんですけどこれねすごいですよ本当これね食感とか味とかすごいんすよ本当にこれ分かりますこの感じ これめっちゃ美味しいっすよマジでこ,この前初めて食ったんだけど飲んだんだけどこれねいやマジでみんなの想像以上にすごいと思うこれだからブルーシールってお店自体が多分ね少ないので見かけたらね是非ねこれ飲んでみてほしいあのね俺が今飲んでるのはブルーウェーブっていうアイスをフローズンシェイクにしてもらうんすよそうなんか好きな アイイスをフローズンシェイクにでできんのよでこれちなみに S サイズなんだけどちなみにこれ530円なんだけどあのねブルーウェーブっていうアイスをフローズンシェイクにしたやつがこれですうまっこれねほんとにね言葉ではこれ伝えにくいんですよまいね食感とかも味とかもすげえ不思議だよこれ。 ちゃんと美味しいのよなんかねめちゃめちゃふわふわしてるの。氷なのに氷とかあのアイス的なものなのにめっちゃふわふわしててなんかねなんて言ったらいいんだろうふわふわしてて冷たくて。 でもすげえさっぱりしてんだけどすげえさっぱりしてんだけどちゃんと味も美味しいあとちょっとクリーミーなとこもあるのでもさっぱりが強いのでなんかこう氷でかいてるからちょっとこうなんか中には氷のなんかシャキシャキした感じがちょっとあってこのね食感とこの味がめちゃめちゃいいんですよねでみんなのね多分想像してる味や食感じゃないと思う うん、いやマジでこれは飲んでみないと伝わらないですこれ絶対伝えにくいっすねなんか何か他のものに例えるのが難しい飲み物こんな感じの食感味飲んだことないもん他にうん近くにあったわ明日食べてくる本当でっすか俺が飲んでるやつ飲んでほしいねブルーウェーブっていうアイスをフローズンシェイクにしたやつ S, S サイズと M サイズなんだけどこれ S の方なんですけど何味ブルーウェーブカタカナでブルーウェーブなんか青と白のアイスブルーウェーブってやつをフローズンシェイクにして絶対みんなの想像と違うと思うよ味とか食感 絶対違うと思ううんそこの塩ソフトまあ塩ソフトとかもあるねいろんなのがあるよ本当にうんサトウキビとかあるからお面白いよねサトウキビとかもある塩チンスコウとかあるウベ紫芋違うかな紅山芋いろんなのがありますね <laughs> うん と、まあ、ということで、もうやることないんですけど <laughs> あの、一応、一番最初の目的地、ここだったんですよ。まあ、道中、いろいろありましたが、ぶっちゃけここが終着点っていうか、ここがあの目指してた場所なんで、まあ、つまりここが頂なんで、まあ、これから何もないんですよ。買いに来ただけっていう。 あそうメニュー見てますここのねここのところにメニューあるんだよまあ、たちょっとちっちゃくてねこれねふわっちこれ拡大できないからふわっちアップリだとニコ生とかだとね拡大できるんだけどふわっちだとこれアップリで,で拡大できないからちょっと映せないんですけど、うん、<laughs> あ琴花ちゃんだブルーシールまで20分かかるかかるやってどういうことあ琴花ちゃん近いってこと近いねうん オレンジからだと、うん、1時間、一時間ちょいぐらい、1時間、1時間、一時間十0分ぐらいかな。うん。これ、めっちゃうまいよ、これ、マジ。飲んでみて、これ。あの、ブルーウェーブっていうアイスを、クローズンシェイクにしたやつ、これ、マジでめちゃくちゃうまいっすよ。味とか食感とか、絶対想像と違う、みんなの。 これね一回昨日飲んだんですけどまずハマりましたこれめちゃめちゃうまい、うん、本当ほんとにびっくりするぐらいうまいこれうんあそういえば琴ゃんあれだね 今年はお互い税金あんま払わなくて済むね <laughs> 稼ぎが結構減ったから多分お互いうん税金を大して納めなくて済むよ今月今月じゃない去年の分の今年のやつはうん いやーいやーもう執着点まで来ちゃった琴香ちゃんと会ったこと1回あるよ1回だけあの鳥会議で会ったあのニコニコのうん 枠が終わってなくても YouTube に上がってるから助かってること俺の枠なんてそんな見んのかよ <laughs> 俺大したことやってないぞ最近てかもう最近てかここ何年もぶっちゃけほとんどもう配信力入れてないからね逆に見てんのかよっていううんうんいやいていていいこれめっちゃうまいよマジで飲んだほうがいいようん アホ屋とコオロギも分かってあ、早いな <laughs> 別にでもあれも食っただけだけどねコオロギはまあ若干若干配信っぽい若干配信っぽいかもしんないけど、うん、でもまあぶっちゃけそこまででもないよ、ね、もっとほんとゲテノだったらもう直のなんかもうもっとでっかい丸ごとのやつとかあるじゃん、まあ、あれもケーキの中に丸ごと1匹あったけど もうお腹いっぱいだわ食いすぎてお腹いっぱいすぎて正直これもう液体すら結構もう受け付けなくなってきてるお腹いっぱいすぎて食いすぎだよだってあんなのうん、まあ、結構もうん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 う入っていかない。ああ。うん お腹いっぱいだもん広告が2つまあ別に広告は別にどうでもいいけど別に俺あのリスナーに別に勝手にアップしていいよって言ってるしで別に広告つけてもいいよって言ってるからまあフリー素材なんでうん、なんか俺別にそんなに何ていうのそこはもうね心そんな狭くないんですよねうん だってさ別に俺の動画なんか上げてもさなんか自己的なやつは確かに何百万再生とか言ってんのあるけどぶっちゃけこんな普段のさただたこ焼き食ったとかなんてさそんなの言っても1万再生とかでしょ。うんてかまあ多分数千再生が基本だと思うんだよ。言っても1万ぐらいだと思うんだよね。うん、だからそんなのさ何だろうぶっちゃけだって広告収入なんかいくらになるんだよって話じゃん。 そんなんなんかもう別に何ていうの大した金額になんないし結局その動画アップする人もさんか録画してさアップロードするその手間もあるからさそう別にそんななんか手間考えたらそこまでおいしいもんじゃないから全然うーん別に全然そんぐらいねあの動画アップしてる人が広告つけてそれ別に懐に入れていいよって言ってるからねうん まあ,あの、動画アップしてくれてる人がいるおかげでなんかほらニコ生まあふわっちはさタイムシフトとか別に残そうと思えば残せるけどニコ生とかはさあれじゃんあのタイムシフトがさ1週間で消えちゃうじゃんプレアカでもうんだからさ結局さその昔の俺の動画とかさあの、俺が別に録画,しあの録画して撮っといてるわけじゃないから保存してないから。 だから本当あの動画を撮って YouTube にアップしてたくれ YouTube にアップしてたくれた人がいないと昔の俺の動画ってもう見れなかったからだから本当ありがたいんだよねそう考えたらうんそのアップしてくれる人たちがいなかったら昔の俺のなんか動画残ってないから YouTube にでもちろんあの手元にもないからハードディスクとかにもないんでそう考えたらめちゃめちゃねありがたいなぁと思ってうん まあ,あと一応その YouTube で YouTube きっかけで YouTube の天才動画きっかけで俺のこと知ってくれてる人もいるからうんまあそこはだからねやっぱ動画上げてくれた人がいないと成り立たなかったもんなんでまあ別に確かにあの親に怒られてる動画とか500万再生近くいってるから仮に0.1円だとしたらだけどまあ50万ぐらい知らない人が獲得してるんだけどその動画でね。 うん、でもそんなのなんかもう宝くじに当たるようなもんだからさ、うん、宝くじに当たるようなもんっていうか全体的に俺の今までのその上げられてる本数で言ったら何分の1でそんな金額が来てるんだよって話で普段のやつなんかもう何千再生とかだろうからたこ焼きくとかのレベルじゃんそうだから何,何だろうもう別にそれぐらいいいかなみたいな まあそれに動画撮ってアップするのも、まあ、そこまでめっちゃ手間かかるわけでもないかもしれないけど、まあ、一応一手間っちゃ一手間なんでうんまあそれにわざわざ動画撮ってさアップするなんてさまあ俺のこと相当好きなんだろうからしかも普段のくったらないつまんない枠をさしょうもない枠とかをわざわざ撮って録画するって相当俺のこと好きじゃないと多分できないと思うのよ、うん、だからまあいいかなって感じですよね別に。 あこんにちは私も YouTube から、うん、そう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 うんあ別にそんなとこでケチケチさなんか <laughs> 言ってもしょうがないもん <laughs>、うん、<laughs> まあそれに やっぱりね動画アップしてくれた人に感謝する部分がねさっき言った通りあるからその昔の動画が見れるっていうのとあとは YouTube から、ね、あの来る人もいるし YouTube で YouTube にアップしたからこそなんか俺のこと YouTube でにこう知,れ知ってくれてる人も増えてはいるし多少,多少だけど、うん、メリットもあるからね。 よいしょああもう飲めないもう無理だもう無理ない飲めないっす <laughs> ということでどうしようかなあカエルさんからやったー青い鳥アレスすやったーありがとうございますやったぜ ああ、かいでさんから分けとる。やった、やった、やった、やったーありがとうございます。やったー。どうしよう。終わるか、もう。今日は、終わるもう別にもう何もないんだよね、正直。<laughs> 終わって、家帰って、夜ニコ生やろうかな。